こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。皆さんの中には、上司に怒られないかビクビクしているという人はいませんか？そういう状態が続くと、仕事に行くのがだんだんと嫌になりますよね。今日は、これを解消しましょう。というわけで、今日のテーマは、潜在意識の叱り方、その2、です。上司に怒られるのが嫌でビクビクしているという人のストレスを解消するのに、自分で自分を叱るの？と不思議に思うかもしれません。でも、これが実はとても効果的なんです。実は、自分を叱りたいのは、そもそも自分の方なのです。心の中では、自分が不十分なことを知っています。だから、それをごまかそうといろいろなことを水面下でしています。例えば、疲れた様子を見せてみたり、自分のミスではないとアピールしてみたり、こうして、自分が自分の不十分さに気がつかないようにして逃げていると、それを上司に見抜かれそうな気がして、上司に怒られると感じておどおどするのです。ですから、逆に自分を自分で怒れば、上司は怒らなくなるので怖くなくなります。え、まさかと思うかもしれませんが、これの逆バージョンをやっている人が周りにいるかもしれませんよ。例えば、とても仕事のできない人があなたに迷惑をかけているとします。でも、その人がいつも、私って本当にダメだわ。能力がなくてごめんなさいね。申し訳ない。と何度も言うと、あなたは何も言えなくなりますよね。これは、このシステムの悪用です。自分で自分を責めるのは、周りから怒られないようにするために、先回りをするからです。これは自然に身につけた防御法なのです。でも、これでは結局能力は変わりませんから、ずっと自分責めが続きますね。いずれにしても、このように、自分で自分を怒るということで、周りが怒らなくなるという効果があるので、正しいやり方で、自分を自分で叱ってみましょう。これは必ず、大人の自分と子供の自分に分かれて、大人の自分が子供の自分を、親のように叱るイメージでやります。いい加減にしなさい。どうしてそんなにミスするの？仕事に集中していないでしょ？最後の爪は誰かがやってくれるって思っているでしょう。甘えるのはやめなさい。最後まできちんと責任を持ってやりなさい。言われたことをやっていたら、それでいいでしょ？という態度はやめなさい。あなたも職場の一員なんだから、もっと主体性を持って働きなさい。とかですね。もちろん、あなたは愛情を持って怒っているのですよね。この子がこのまま適当で、無責任な生き方をしていると、つまらない人生になってしまうからです。繰り返しますが、必ず大人の自分と子供の自分に分かれて、やってくださいね。基本講座4で、大人の自分と子供の自分が、しっかりと分かれる効果を、お話ししましたね。普段のあなたは、二人が混ざっているのですが、こうしてしっかりと分けることで、顕在意識が強くなり、潜在意識をしっかりコントロールできるようになるのです。こうして、何度か怒っていると、だんだんと無責任さが治っていきますし、もちろん、上司もあなたを見直すようになります。すると、あなたもすっきりして、やる気が出ますね。ということで、上司におどおどしている人は、これを試してみてくださいね。